横浜の桜の開花はまだのようですが、週が明けるといよいよ4月です。新年度を迎え、新生活を始める人も多いかと思います。そこで今日は、新年度や新生活を機に知っておきたいホットラインについて、県政担当のキキ記者とお伝えします。はい、こんばんは、よろしくお願いします。お願いします。新生活が始まりますと、困った時にどうすればいいかわからないということもあるかとも思いますけれども、そういった時にお役に立てるような情報を今回ご紹介したいと思います。ではまずこちらの番号についてお伝えします。はい、はい、シャープ7119ですね。そうです。この番号にかけますと、看護師などが電話に出て、怪我や病気をした人のために救急車を呼んだ方がいいかですとか、近くに受診できる病院はあるかということを相談することができます。確かに体調は悪いんですが、救急車を呼ぶかどうか迷うことってありますよね。そうですね。そういった時頼りにできそうですね。そうなんです。で、これのサービス自体は全国的に展開されているんですけども、県内で今のところ横浜市だけが行っているサービスとなっています。で、相談を受け付けている様子というのを取材しましたので、こちらをご覧ください。元気なくぐったりしているご様子ですかね。ぐったりされている。そうしますと、こちらの判定といたしましては、救急車での受診をお勧めします。わかりました。では吐き気があったり吐いたりはしてませんか。こちらの判定としましては、現時点での緊急性は高くないので、通常の営業時間内の受診をお勧めいたします。すぐに救急車を呼ばなくても大丈夫とアドバイスもらえると安心もありますね。そうですよね。で、横浜市はこのサービスを2016年から始めていまして、ただだんだんと相談件数が増えていって、今では1日に1000件近くも電話を受けていることがあるそうなんです。そして県ではまだ時期は決まっていないんですけれども、新年度中にこのシャープ7119を県全域で使えるようにするために準備を進めています。ということは、横浜市だけではなくて、県内全域でサービスを受けられるようになるということですね。そういうことなんですね。で、県の担当者にその経緯について話を聞いていますので、こちらをご覧ください。令和6年4月から医師の働き方改革が、始まります。で、そのことに伴って、医師の時間外のに上限規制が適用されますので、医療機関をサポートできることがないかって考えたときに、シャープ7119を使って、搬送される、患者さんだとか救急車の状態を少しでもこう交通整理できれば、負担が少なくなるだろうということで、話に出てきました医師の働き方改革というのなんですけれども、4月から全国的に始まる新しい制度でして、原則として医師の残業や休日出勤の時間を年に960時間にしましょうというものなんです。特に救急医療というのは、医師の時間外労働に与える影響が大きいと言われますよね。そうなんですよね。ですからこのシャープ7119で、看護師などの専門家が一度判断したすることで、救急車の適正な利用が進めばいいという考えなんだそうです。ただですね、このシャープ7119は各都道府県に1つしか割り当てができないということですので、県がやることになると横浜市から事業を引き継ぐという形になるんです。で、その作業は今もまだ続いていてですね、横浜市の担当者はこれまでのノウハウをなんとかうまく引き継いでいきたいというふうに話しています。県全体に拡大となりますと、対象人口も増えますので、拡大規模に応じて回線数ですとか人員をしっかりと確保していただいて、マニュアルに沿った対応をしていくということが必須であると考えています。また医療機関案内につきましても、利用者の利便性を損なうことなく神奈川県全域での案内ができるようにですね、神奈川県と調整を進めていきたいと考えております。運用面を考えますと、県への移管はもう少し時間がかかりそうですね。そのようですね。で、さらに手続き的にも横浜市の市議会での手続きも必要ということですので、なんですけれども、ただこの医師の働き方改革も4月には始まってしまいますので、もう県としても早い時期に事業を始めたいというふうに話していました。シームレスな形で横浜市から業務をちゃんと引き継いで、引き継いだ上でちょっとまた、検証しながら、要は全県にやったことによって、少しもう少し県ならではのことをやった方がいいような状況があるのであれば、そこは委託の実施状況だとかっていうのを見ながら、再度検討していくのかなと思っています。はい、じゃあ今日はもう一つ番号をご紹介したいと思います。続いてはこちらです。はい、188ですね。そうです。こちらは消費者ホットラインといって、契約などのトラブルについて相談できる番号です。
まあ、全国統一の番号ではあるんですけれども、まずは住んでいる地域の窓口につながるようになっています。で、新年度から新しく生活を始める人が特にこの時期に巻き込まれやすい傾向があるという消費者トラブルがあるそうでして、まあ、そういった時にこの番号を使って相談してほしいと県の担当者は話しています。まず一つ目なんですけども、絶対に儲かる、簡単に稼げるというふうに歌うですね、儲け話、副業のトラブル、これが一つ目です。二つ目は賃貸住宅を退去するときの高額な原状回復費用請求トラブル、これが二つ目です。三つ目は新生活を狙う通信サービスなどの訪問販売トラブルといったものが挙げられます。はい、このようなトラブルの相談がこの時期には多くなるそうなんですね。具体的にはどんな内容なんでしょうか。はい、例えばですね、この簡単に稼げるで言いますと、SNS でまあそういった内容の広告をタップしますと、無料通話アプリのグループに招待されて投資話を持ちかけられて、でその出た儲けを引き出そうとしたときに税金を払う必要があるぞというふうに言われて現金を振り込むように言われ続けるということがあったりそうですとか、あとこの2番目の現状回復のトラブルではですね、アパートを退去するときに入居したときからすでにあった玄関の傷の修繕費と、あとハウスクリーニング費用と合わせて20万円も請求されたというような相談が実際にあったそうなんです。確かに新生活を始めるときは、まあ、いろんな契約を結ぶ方も多いでしょうから、そうですね、確認が大事ですね。その通りですね。そしてまた新しい人付き合いが始まる時期でもありますから、まあ、そういった点でも注意が必要だと県の担当者が言っていました。若いのでやはりそういう契約の経験というのが浅い部分もありますし、やはりこの人に嫌われたくないという感じを生じる場合もあるかと思いますので、まあ、若い方もやはり注意した方がいいと。この他にもですね、契約や支払いは慎重にですとか、入居時の写真は撮っておきましょうですとか、いらないものはいらないと言いましょう、こういったことを意識においてトラブルを回避するための心構えをしてほしいというふうに話していました。新年度になって取り巻く環境や制度が変わる人は多くいると思います。生活の助けになるホットラインをぜひ覚えてもらえたらと思います。ここまで県政担当のキキ記者とお伝えしました。